敵発見、応援を送れ。バックアップを
スネーク、ハンドガンを手に入れたね。ああ、USB だ。USB が発射するのは M9 で使ってる麻酔弾じゃない、実弾だ。分かってるよね。あと、その USB にサプレッサーは装備されてない。撃てば銃声がするから近くに敵がいたら気づかれると思う。注意してくれ。 USB があれば戦闘が有利になるのは確かだけど、やっぱり敵に見つからないのが一番だ。いいね。機関室左舷入り口扉の修理を完了した。左舷小部屋を巡回後、配置に戻る。スネーク、そこにも赤外線センサーがセットされてるよ。赤外線に触れたら爆弾が爆発してその船は沈んでしまう。海水浴を楽しむ気はないが、センサーの数が多すぎるな。赤外線に触れずに通り抜けるのは無理のようだ。大丈夫、方法はある。よく見てくれ。爆弾のすぐ近くに緑色に点滅するランプのついた装置があるだろう。それがセンサーの制御装置だ。それを壊せば赤外線センサーは機能を停止する。近づくことはできないから銃で制御装置を撃って破壊するんだ。 M9 の麻酔弾じゃ壊せないだろう。でもさっき手に入れた USB なら大丈夫だ。 USB を使うんだ。大丈夫だ、異常はない。何でもなかった、異常なしだ。
せ。警備の補充を頼む。了解。機関室右舷入り口を増員、警戒を強化せよ。スネーク、どうしたんだ。
本船は現在ベラザノ橋を通過。予定通り10分後戦争にて海兵隊司令官が訓示を行う。各員それまで持ち場にて待機せよ。大佐、今船尾側のハッチを閉鎖しました。分かった。昇降機も我々が抑えました。モアデッキに到着した。これから降下する。下ではすでに海兵隊司令官の演説が始まっています。演説が終わるまでに準備を終える。上との連絡手段を遮断しました。下の連中で我々の侵入に気づく者はいません。我々が脱出するまで誰も入れるな。了解。大佐たちの脱出路です。死守します。それと頼みがある。はい、何でしょう大佐。オルガを頼む。わかりました。
開しろ。あなたでしたか、サラシアシカ。大佐と一緒じゃないんですか。どうしてここへ。どうしよう、大佐と共に沈め。スネーク、まだかい？戦争に侵入した？予定より手間取っている。すでにベラザの橋を通過した。分かった、リカバリーポイントを変更するよ。航路を変更するつもりかもしれん。なんだって？上への出口が塞がれた。連中どうするつもりなんだ。奴らの手にメタルギアが渡れば大変なことになる。今世界は再び核軍拡の。下の連中は確かに海兵隊のようだ。上と連絡が取れないんじゃ船が占拠されていることを知りようがない。海兵隊員を敵に回すわけにはいかない。ここでは銃は使えん。そこからメタルギアは見えない。選手に回らないとな。この兵力だ。奴らも海兵隊とまともにやり合うつもりはないだろう。どこに向かうつもりかな。さあな、観光地でないことは確かだ。スネーク、もう一度確認するね。カメラで新型メタルギアの写真を撮ってくれ。政府がしらを切れないような証拠写真を頼む。写真は4枚欲しい。
メタルギアを右斜め前、正面、左斜め前の3方向から撮ったものと海兵隊のマーキングのアップだ。マーキング？メタルギアのどこかに海兵隊の所属であることを表すマリーンズっていうマーキングがあるはずなんだ。それがはっきり写っているのが1枚欲しい。言い逃れされないためにね。わかった。実はあと一つ問題があって。遠慮せずに言え。厄介事が増えることには慣れている。誰かが僕らの通信をモニターしてる気配があるんだ。何者だ？わからない。だけどモニターしてるだけで妨害しようって様子はないんだ。それがかえって不気味で。さっきのサイファーとも関係が？どうかな。とりあえずバースト通信の暗号化プロトコルを別のに切り替えてる。あと念のために写真の送信経路を変えたいんだ。この無線を使わずに写真を送るってことか？そう。戦争の一番奥、メタルギアがあるブロックの南東にコンピューターが1台置いてある。そこから写真を送信できるように細工しておいた。細工？どうやったんだ？軍事ネットワークのリンク16経由でそのワークステーションに侵入して、システムの一部を書き換えて僕が作った特製のアプリをリモートインストールして。面倒なことを。いや、やり方は簡単だよ。スネークはマシンの前でアクションボタンを押すだけでいい。それでアプリが自動的に立ち上がって写真のデータを読み取り、分割後暗号化する。データは偽装されたパケットに格納されて。わかった。写真を撮ったらコンピューターの前でアクションボタンを押せばいいんだな。まあそうだ。それと注意してほしいのは、すでに演説が始まってる。演説が終わるまでに撮影しないと発見されるよ。いいね。どれくらい余裕があるんだ？今日の司令官の原稿をハックした。だいたい7分ってところだ。アドリブがなければだけど。7分がタイムリミットか。スネーク、写真だけだよ。この数だ。そんな気は起こしようもない。しかし奴らにあれを渡すわけにもいかない。そうだけど、まずは写真を。わかった。後のことはそれから考える。それじゃ、見つからないようにね。そこで我々はメタルギアの亜種に対する迎撃兵器としてこのメタルギアレイを開発した。メタルギアに対抗できるのはメタルギアだけだ。レイの前では世界中に拡散したどのメタルギアも脅威ではなくなる。我々海兵隊がこのメタルギアレイによって愚かな核軍拡の流れを押しとどめるのだ。現在メタルギアのデータは先進国のみならず第三国のいわゆるならず者国家の手にまで渡っている。合衆国の核武装に対抗するため各国は独自のメタルギア開発に着手し始めた。今世界中でメタルギアの子供たちが孵化しようとしているのだ。同じメタルギアの名を持つプロジェクトでも海軍で進行中のあの計画とは違う。あれは核軍拡をさらに際限なく促進するプロジェクトだ。それを推進しようとする勢力が我々のメタルギアレイ開発に対し圧力をかけているという事実もある。だが我々は決して屈しない。この例によって他のメタルギアは無効になると言ってよい。その軍事的優位性はメタルギア導入を進めようとしている各国の核戦略を再度転換させるだろう。パワーバランスは見直され新しい世界秩序が築かれる。そしてその新しい世界で軍事的主役を務めるのは我々海兵隊となるのだ。この例が完成すれば空母の戦略的価値が下がるという声もある。海軍から反発があるのも事実である。エビエーターやサブマリーナー出身の海軍幹部からの圧力もある。そしてあの政府。しかし我々海兵隊にはこの計画が必要なのだ。
諸君、敵は外だけではない。このことを忘れないでいてもらいたい。私にも娘がいる。娘、そしてその子供たちには過去の恐怖を味わわせたくはない。父親として次の世代により良い世界を残したいのだ。それは軍人としての義務でもある。メタルギアレイは水陸両用だ。陸軍で開発されていたメタルギアレックスとは違う。海中深く潜航して探知されることなく接近し、あらゆる沿岸から上陸する。統合戦術情報分配システムを用いた完璧な索敵能力で敵を発見し、圧倒的な火力で撃滅する。私はこの究極の兵器を諸君の手に委ねる。その意味をよく考えてもらいたい。 NMD は前世紀末から2005年の配備を目標に進められていた。だが2000年に行われた NMD 迎撃実験は失敗し、1999年に行われた実験の成功も偶然であったという見方がされるようになった。技術的問題の解決に目処が立たない上に、NMD が ABM 制限条約に違反するというロシアや中国からの強い批判もあった。またミサイル迎撃技術の発達は核兵器のさらなる高度化と核軍拡を生むという指摘も早くからなされていた。しかしシアーズ前大統領は NMD 構想を強引に推進し、これを導入した。その陰には1000億ドルを超える科学、そこで我々はメタルギアの亜種に対する迎撃兵器としてこのメタルギアレイを開発した。メタルギアに対抗できるのはメタルギアだけだ。レイの前では世界中に拡散したどのメタルギアも脅威ではなくなる。我々海兵隊がこのメタルギアレイによって愚かな核軍拡の流れを押しとどめるのだ。現在メタルギアのデータは先進国のみならず第三国のいわゆるならず者国家の手にまで渡っている。合衆国の核武装に対抗するため各国は独自のメタルギア開発に着手し始めた。今世界中でメタルギアの子供たちが孵化しようとしているのだ。同じメタルギアの名を持つプロジェクトでは海軍で進行中のあの計画とは違う。あれは核軍拡をさらに際限なく促進するプロジェクトだ。動くな。それを推進しようとする勢力が我々のメタルギアレイ開発に対し圧力をかけているという事実もある。だが我々は決して屈しない。このレイによって他のメタルギアは無効になると言ってよい。この軍事的優位性はメタルギア導入を進めようとしている各国の核戦略を再度転換させるだろう。パワーバランスは見直され新しい世界秩序が築かれる。そしてその新しい世界で軍事的主役を務めるのは我々海兵隊となる。この例がそこで我々は
メタルギアの亜種に対する迎撃兵器としてこのメタルギアレイを開発した。メタルギアに対抗できるのはメタルギアだけだ。レイの前では世界中に拡散したどのメタルギアも脅威ではなくなる。我々海兵隊がこのメタルギアレイによって愚かな核軍拡の流れを押しとどめるのだ。動くな動くな。現在メタルギアのデータは先進国のみならず、そこで我々はメタルギアの亜種に対する迎撃兵器としてこのメタルギアレイを開発した。メタルギアに対抗できるのはメタルギアだけだ。レイの前では世界中に拡散したどのメタルギアも脅威ではなくなる。我々海兵隊がこのメタルギアレイによって愚かな核軍拡の流れを押しとどめるのだ。現在メタルギアのデータは先進国のみならず第三国のいわゆるならず者国家の手にまで渡っている。合衆国の核武装に対抗するため各国は独自のメタルギア開発に着手し始めた。今世界中でメタルギアの子供たちが孵化しようとしているのだ。同じメタルギア、そこで我々はスネーク、そこの床は歩くと音が鳴ってしまうみたいだ。足音を聞かれたら厄介なことになる。足音を立てないように進むには匍匐するか左スティックの倒し方を少しだけにしてゆっくり歩けばいい。スネーク、戦争は3つのブロックに分かれている。新型メタルギアは一番奥のブロックだ。北に進んでくれ。相手はその人数だ。もし見つかったらどう考えても勝ち目はない。絶対に見つかったらダメだ。いいね。メタルギアの足に対する迎撃兵器としてこのメタルギアレイを開発した。メタルギアに対抗できるのはメタルギアだけだ。レイの前では世界中に拡散したどのメタルギアも脅威ではなくなる。我々海兵隊がこのメタルギアレイによって愚かな核軍拡の流れを押しとどめるのだ。現在メタルギアのデータは先進国のみならず第三国のいわゆるならず者国家の手にまで渡っている。合衆国の核武装に対抗するため各国は独自のメタルギア開発に着手し始めた。今世界中でメタルギアの子供たちが孵化しようとしているのだ。同じメタルギアの名を持つプロジェクトでも海軍で進行中のあの計画とは違う。あれは核軍拡をさらに際限なく促進するプロジェクトだ。それを推進しようとする勢力が我々のメタルギアレイ開発に対し圧力をかけているという事実もある。だが我々は決して屈しない。この例によって、この例によって他のメタルギアは無効になると言ってよい。その軍事的優位性はメタルギア導入を進めようとしている各国の核戦略を再度転換させるだろう。パワーバランスは見直され、新しい世界秩序が築かれる。そしてその新しい世界で軍事的主役を務めるのは
我々海兵隊となるのだ。この例が完成すれば空母の戦略的価値が下がるという声もある。海軍から反発があるのも事実である。エビエーターやサブマリーナー出身の海軍幹部からの圧力もある。反メタルギアを標榜するテロリストはこの船を狙っているという情報もある。右に侵入者がいる。左に侵入者がいる。右に侵入者がいる。左に侵入者がいる。ということになったら迅速に行動できるように心がけておいてもらいたい。何があっても礼を失うわけにはいかない。各員警戒を怠るな。続きだ。そしてあの勢力。しかし我々海兵隊にはこの計画が必要なのだ。諸君、敵は外だけではない。このことを忘れないでいてもらいたい。私にも娘がいる。娘、そしてその子供たちには過去の恐怖を味わわせたくはない。父親として次の世代により良い世界を残したい。それは軍人としての義務でもある。メタルギア令は水陸両用だ。陸軍で開発されていたメタルギアレックスとは違う。海中深く潜航して探知されることなく接近し、あらゆる沿岸から上陸する。統合戦術情報分配システムを用いた完璧な索敵能力で敵を発見し、圧倒的な火力で撃滅する。私はこの究極の兵器を諸君の手に委ねる。その意味をよく考えてもらいたい。NMD は前世紀末から2005年の配備を目標に進められていた。そのことから本計画は呪われているというものもいる。さあ我々はこの計画を完遂せねばならない。メタルギア。技術的問題の解決に目処が立たない上に NMD が ABM 制限条約に違反するというロシアや中国からの強い批判もあった。またミサイル迎撃技術の発達は核兵器のさらなる高度化と核軍拡を生むという指摘も早くからなされていた。しかしシアーズ前大統領は NMD 構想を強引に推進し、これを導入したのだ。その陰には1000億ドルを超える巨額の開発予算をめぐる一部軍需産業の思惑が大きく反映されていたと言われている。前の大統領ジョージ・シアーズは NMD 構想を推進しながらもロシアに ABM 制限条約の修正を認めさせるためにスタート3の戦略核上限を引き下げるなど核兵器削減も同時に行った。それにより世界は核軍縮の方向に向かうと思われていた。だがあのシャドウ・モセス事件がそれを逆行させた。さて諸君も肩が凝っただろう。首の運動でもしよう。右、よし、左、
下、右、上、続きだ。もちろんメタルギアレックスの開発は未だ公には認められていない。しかし各国軍事関係者の間では公然の事実だ。そして今そのデータも流出し、メタルギア技術は拡散してしまった。世界は核軍拡の道を再び進みつつあるのだ。その流れを止められるのはこのメタルギア霊しかない。ようやくたどり着いたね。ああ、これが新型メタルギアか。そうだ、その姿を世界中の人に見せてやるんだ。新型メタルギアをカメラに収めてくれ。必要な写真は4枚だ。まずメタルギアをそれぞれ右斜め前、正面、左斜め前から撮ったのを1枚ずつ。それとメタルギアに書いてあるマリーンズっていう海兵隊のマーキングのアップを1枚。写真が撮れたらそのエリアの南東にあるワークステーションを使ってこっちに送信するんだ。いい写真を頼むよ。シャドウモセス島で行われていたメタルギアレックスの開発は NMD 技術の他国への流出によって将来起こりうる核抑止力の減少に備えた一手だったとも言われている。そうだとするならば、それは将来的に発生する莫大な利益と権力を確保しようという、一部軍事産業と軍部による目論みがあったことを意味する。我々がここにいるのは我が国を蝕むこれら腐敗や淀みを一掃するためだ。その使命を忘れてはいけない。シャドウモセス事件後、当時の大統領シャドウモセス事件後、当時の大統領ジョージ・シア、どうだいスネーク、いい写真を送ってくれたかい。1枚目はこりゃダメだ、悪いけど撮り直してくれ。で次はこりゃダメだ、悪いけど撮り直してくれ。このメタルギア霊によって我々海兵隊が新しい時代を切り開くのだ。以上、解散。いい演説だった。さすがは海兵隊司令官、話がうまい。だがそれだけだ。
アメリカ人は己の言葉に酔うあまり真実を語れない。何者だ。俺はシャラシャーシカ、またの名をリボルバーオセロット。貴様、何の用だ。新型の性能はよくわかった。こいつを奪うつもりか。奪う、返してもらうのだよ。このタンカーにセムテックスをたんまり仕掛けた。これを押せば爆発する。そうだ、誰も死にたくはない。スネジンスク、旧名チェリャピンスク70で育った。ロシアの核閉鎖都市だ。何の話だ。冷戦後、我々の故郷はアメリカによって買収された。話の意図が分からん。貴様には分かるまい。土地も友人もプライドも全てをアメリカに金で買われた。この核兵器も我々ロシア人が生み出した技術の流用だ。どうするつもりだ。これでロシアを再建する。残念ながらそれは違う大佐。どこにも売るつもりはない。返してもらうと言っただろう。愛国者たちにな。ラリルレロだと。まさかオセロット、貴様この私を裏切るつもりか。私のボスは貴様ではない。何、ソリダスとはまだ。大佐、悪く思うな。ロシアの再建など興味はない。オセロット、いつからだ。鈍いな同志。まだあの連邦が存在した時から。いいか、新型に登場できるのは一人だけだ。大佐、娘と共に死ね。くそ。
セルゲイ、その腕では現役引退だな。裏切り者め。偽物は終わりだ。行きたい者は逃げるがいい。まだロアニューヨーク湾だ。必死に泳げば島でたどり着けるかもしれんぞ。久しぶりだな、兄弟。お前は？そう、俺だよ。リキッド？歳を取ったな、スネーク。お前にも急激な老化が始まってきたようだ。ナオミがフォックス大の対象プログラムを入れなかったのもうなずける。私のクローンであるがゆえの宿命、貴様もあと生きて数年。50代後半のビッグボスの体細胞を使ったんだ。生まれながらすでに老いている。俺はこいつの腕となって生きながらえる。生きとる腕。
て順調。予定通りです。ポイントです。はい、サイファーでスネークの絵も押さえました。明日のニュースが楽しみです。海兵隊の計画も海の木図と、大統領スネーク、2年前のタンカー沈没事件を覚えているか？もちろんだ。マンハッタン沖約30キロの地点でタンカーがテロリストに沈められ大量の原油が流出した。政府はすぐさま汚染海域一帯にオイルフェンスを敷設、その中に巨大海上除染施設を建造した。ビッグシェルか。浄化作業はまだ終わっていないらしいな。そうだ、今では環境保護のシンボルとして世界に伝えられている。ブラボーチーム、予定通りビッグシェルに向かえ。今から6時間前、そのビッグシェルがテロリストに占拠された。どういう連中だ？中核はシールズ内の対テロ訓練部隊デッドセルの元メンバーたちだ。ロシアの私兵部隊も参加しているらしい。高度に訓練された連中だ。ビッグシェルは完全に制圧されている。ファストロープでシェルワンに降り立つ。 ETA まであと5分。アルファチームは大統領本が最優先。ブラボーチームはスチルマンをサポート。 C4 海上を優先せよ。奴らの要求は現金300億ドル。300億ドル？どうしてそんな大金を？当日ビッグシェルでは政府による視察が行われていた。人質を取られたのか？うん、環境保護団体の VIP と我らが政府のとびっきりの要人をな。要人？誰だ？ジェームズ・ジョンソン大統領。さらに要求が聞き入れられない場合、奴らはビッグシェルを爆破すると予告している。原油に火がつきマンハッタン湾が火の海になる。いや、それでは済まない。海水の殺菌に使用している塩素系薬物と原油が炎上すれば、ダイオキシン類を含む大量の有毒物質が発生する。そうなったら湾内の生態系は全滅、向こう何百年にもわたって死の海になる。有史以来最悪の環境破壊となるだろう。君に依頼する任務は2つ。海上除染施設ビッグシェルに単身潜入し、大統領と人質を救出すること。テロリストたちを武装解除することだ。そのためにはあらゆる手段を用いて構わない。また我々と同時にシールのチーム10が作戦行動を行っている。合同作戦？いや、我々フォックスハウンドは隠密部隊だ。彼らに我々の存在を知られてはならない。いいな？
こちらスネーク、シェルワンの A 脚内に潜入した。状況はどうだ？幸いここには見張りはいないようだ。視界はどうだ？プラント脚部のライトが起動している。おかげでサーマルゴーグルは使わずに済む。何か問題は？オイルフェンスの切断面が真新しかった。俺の他にも潜入を試みたやつがいる。それは考えられん。シール10の突入班はすでにビッグシェル上部に降下した。それとスネーク、今後の無線はコードネームを変更して行う。スネークでは何か問題が？まあな。君をこれからライデンと呼ぶ。ではライデン、潜入ミッションはすでに VR 訓練で訓練済みだな。 VR なら300ミッションはこなした。伝説の傭兵になった気分だ。それじゃあその部分は簡略化するぞ。くれぐれも見つからんようにな。何かあれば無線連絡をくれ。周波数は 140.85 だ。無線機を使いたいときはセレクトボタンを押すんだ。こちらから呼び出す場合、いや連絡する場合はコールする。コール音が鳴ったらセレクトボタンを押してくれ。耳小骨を直接振動させるものだ。敵には聞こえない。わかった。何かあれば先導する。まずはビッグシェルの上部に出るんだ。上部へはどうやって？そのエリアの奥に昇降機がある。それを使え。わかった。今回のスニーキングスーツは光ファイバーを使った電気防石技術を使っている。質感はゴムに近いが、さまざまな有毒化学物質を遮断する素材で作られている。そしてスーツ内には各種センサーも埋め込まれている。軍で研究中のスマートスキンだ。各部位のダメージや出血量が血中のナノマシンと相互に情報交換されフィードバックされる仕組みになっている。内臓が圧迫されてるわ。心配するな。体内の各臓器を圧縮して機能促進と保護を図っているのだ。フォックスハウンド部隊ではスカルスーツと呼んでいる。スカルスーツ？ドクロスーツか。丸いハンドルのついたハッチが昇降機エリアへの入り口だ。まずはそれを探してくれ。了解。ミッションに入る。